木村淳二の5分ラジオおはようございますこんにちはこんばんは賛成党青森支部公認候補予定者の木村淳二と申します今日は町の話をしたいと思います私が青森市政で取り組んでいきたいことの一つとして青森駅周辺新町、古川、 そして本庁、まあ、この辺りのエリアの活性化というのにぜひ取り組んでいきたいと考えておりますそのための施策としてまず一つ目青森朝市の開催というのがございますこれは何かというとわらっせからアスパム裏そして中央ふ頭にかけてこの青森駅周辺の商店さんを中心に出店を出していただいてそこにアスパムだとか 中央不頭の雪捨て場になっているところを無料の駐車場として開放して人にどんどん来てもらうと普段、中心街には来ないという方に来ていただいてお店を知ってもらう中心街の新たな人出を作っていくというものですそ,うそれではですね、まあ、この人出を呼び込むということが商店街の振興に必要なのは間違いないんですけれどもではそもそもなぜその 青森駅周辺を活性化していく商店街活性化が必要なのか、えー、ということについてお話ししたいと思います。これは,です、ね、やはり地域の経済循環を作っていくという意味で、えー、絶対に必要なことだと思います。例えば私が郊外,郊外のショッピングセンターで1万円の買い物をしたとします。でそののの1万円の売上、例えば仕入れの値段を差し引いて5000円が、 利益ににななっったたととししまますすすでねその時にその5000円をどうやって配分するかというのはその量販店大きな企業グループの1店舗なわけですからその大きな企業グループが決めるわけですその5000円の利益が必ずしも青森市内で使われるとは限らないわけですもしかするとその5000円は別の 地域で新しいお店を作るのに使われるかもしれないし東京で働くその大きな企業の本社で働く人の給料になっているのかもしれませんこれに対して地元の商店街で私が1万円の買い物をしたとします仕入れの値段を差し引いて5000円が利益になったとするとその5000円はそのお店の方が自由に使えるお金なわけです。 例えばそれで新しい何かお店の設備を整えてもいいでしょうしあるいはご自分がお買い物に使っても使うという可能性もあるわけですすると私が使った1万円はこの青森市内で循環していくわけですこの地域経済の循環というのを作るという意味でやはり大切なのがこの地元の小売業を元気にする つまりは商店街を元気にするということだと思いますそうした観点から青森市内で最も大きい商店街というのはやはり青森駅周辺新町通り夜店通りニコニコ通り中央古川通り昭和通りとそして本町、まあ、商店が軒を連ねているこの辺りだと思っておりますですからここをしっかり元気にしていく必要があるとそういうことになります 定期的なイベントの開催というのもこの中心街を元気にしていく上で大事だと思っておりますが普段から来てもらうためにはバス路線の整備も必要じゃないかと合わせて考えております今青森駅を中心に放射状にバス路線が伸びていますただこの路線住宅街を通っているわけではなくて大きな道路例えば波立通りとか 国道285線を通っているわけですすると自分のお家からはバス停が遠いという方がたくさんいらっしゃいます今青森市内には8.5万人の65歳以上の方がいらっしゃいますこうした方免許を返納されていて買い物の足がないという方もいますその方たちをターゲットに住宅街を細かく回るような循環型のバス路線を整備して住宅街で人を乗せて 青森駅周辺の商店街を通ってまたその住宅街に戻っていくというバス路線を作って人の流れを呼び込んでいくこうした施策も地域の商店街を元気にして地域で循環する経済循環経済の形を作っていくということで必要なんではないでしょうか今日はこの辺で。 何かご意見、ご感想などありましたら、ぜひコメントまでお寄せください。それではまた。推進です。先ほど青森駅周辺の通りの名前を順番に並べていく中で、いろは通りさんを忘れておりました。いろは通りさん、ごふく店さん、乾物屋さん、医療品店、そしてスーパー丸というえ面白い通りです。